こんにちは、獣医師の地村です。今回の動画はワンちゃんの多頭飼いでトイレ共有するメリットとデメリットについてですね、解説します。で、要は共有なんで、ね、例えば2頭ね、ワンちゃんいたら、その2人のね、あのワンちゃんがトイレをね、同じトイレを使うってことですね。共有するってことです。で、多頭飼いなんだけど、ね、トイレは大きめのものを一つだけ置いてると。ね。そういったのを共有って考えます。で、まあ、どうしてもですね、部屋の広さとかね、大きさからして、どうしてもそのトイレをね、たくさん置くことができないとかね。まあ、だからどうしても共有せざるを得ないとかね。あとはまあ、部屋のね、レイアウト的な、見た目の問題でどうしてもトイレをたくさん置きたくないなとか、だからまあ大きめのねトイレを1個だけね設置するとか、あとはね、やっぱトイレはその頭数に応じて、だから3頭いたら3つとか、そういう数じゃなくて広さじゃないかと、まあそういったいろんなね考え方を持ってですね、共有トイレを共有するって方はたくさんいらっしゃるわけなんですけど、で、例えばそういう共有するとなったらですね、トイレをですね、おしっこの場所がね、被らないように、まあ、ペットシーツを例えば4枚程度とかね、こうやって多い、まあ、一つのこうね、スペースの中に、こう 4枚ぐらい敷くとかね、こういう、1、2、3、4ってね。で、まあ、ガムテープでこう貼ったりとかして、ワンちゃんが動いてもですね、その、剥がれないようにするとか。で、ワンちゃんがここにしたらここだけ変えるとか、ね、ペットシーツだけここだけ変えるみたいな、そういった感じですねの方も結構いらっしゃるかなって思います。で、メリットですけど、トイレ共有するメリットですけど、一つ目としては手間が減るですね。やっぱりそのトイレが一つなんで2つ3つないんで、まあ、トイレ掃除の手間は減るかなとは思いますね。それから二つ目としてはですね、その先住犬がですね、その、まあ、おしっことかうんちした匂いが残っているので、例えば2頭目がお家にやってきたとなった時に、トイレの場所をですね、より早く覚えてくれるんですね。これ別の動画でですね、その2頭目のワンちゃんがね、やってくるメリットみたいな動画を作っているので、またそっちもね、見てもらいたいんですけど、概要欄にね、リンク貼っとくんで見てもらいたいんですけど、まあ、なんていうかな、そういうトイレをする行動とかを結構ワンちゃんっていうのは、見てるだけでもですね、その経験したみたいになるんですね。これ結構ミラーニューロンっていうんですけど、まあ、ネットで調べてもらったら出てくるとは思うんですけど、ただちょっとややこしくだいぶ書かれてるんですけど、要するに、例えば人間でもですね、赤ちゃんが、立ち上がる時期が来ると思うんですが、それってでもね、お父さんお母さんが、じゃあ足をついてる足をね、膝とかぐらいからですね、こう、なんていうか、立ち上がるようにとか、なんか足を上げてとか、なんかこう、ね、壁につかまってとか言って、つかまれるようになったわけでもないわけですよね。いきなり自分の、何か誰からも教わることもなく立ててるわけですけど、でもそれは人間の行動、お父さんお母さんの行動を見て立ち上がれるようになってるんですよね。そういうのをミラーニューロンって言ったりするんですね。鳥でもひな鳥が最初に見た、まあ、ものとか人とか動物を親と思い込んでその行動を真似ていくんですけど、それもやっぱミラーニューロンの、まあ、影響だと、まあ、言われてたりもするんですけど、まあ、別用語では刷り込みって言いますけどね、鳥の場合は刷り込みですね。刷り込みですね。刷り込みって言ったりしますけど、まあそういったやってる人がいると、人とかね、犬がいると、それをやっぱり早く覚えてくれやすいっていうのもありますし、もちろん匂いで覚えるっていうのもあります。やっぱこれも大事ですけど、ワンちゃんっていうのはですね、生まれて初めてですね、あなたの家にやってくるんですね。
で、人間社会のルールっては知らないわけですよ。当然知らないですね。そこでいきなりトイレしてって言われても、わからないんですよね。このペットシーツあるからここにすればいいじゃんって言われても、わかんないわけです。でもその、なんていうかな、でもこの、ね、汚れてるトイレをやっぱり利用するのもね、ワンちゃんは結構嫌がるんで、大きめのトイレにしてもらってね、ペットシーツを複数枚敷く方が良いですね。が良いですね。ね、そうしておくことでですね、ああ、ここトイレなんだって分かってもらえるわけですね。こう前のワンちゃんがしてるんでね。そうしないとわけわかんないわけですよね。僕らも本当に異世界なところに連れていかれて、全くルールがわかんないところに連れていかれて、いきなりなんか知らない言葉で言われてもわけわかんないわけですよ。それと一緒のことですね。だからまあ教えやすいわけですね、トイレをね。それからその部屋に占めるトイレの割合が減るんで、まあ、さっきも言いましたけど部屋をね、広く使えるよっていうね、メリットもありますと。で、このデメリットですけど、例えばまあ、これよくありますけど、下痢したんですとかね、おしっこに血が混ざってますとか、そういったワンちゃんの把握がね、難しくなるんですよね。これ本当診察でよくあるケースなんですけど、多頭飼いでトイレを共有してるんで、どのワンちゃんが血尿したか、下痢したかってわけわかんないんですよね。だから、もう例えばおしっことかうんちをね、持ってきてもらっても、でそれでなんかこういうね、寄生虫がいましたよとか、なんか結晶がね、出てますよとかね、おしっこにね、結晶が混じってますよってなっても、どのワンちゃんのものかわかんないんで、治療が難しいっていうこともありますね。見極めが難しくなるよ。だからまあ持病のあるワンちゃんはです、トイレの共有をやめて別々にした方が無難だと思いますね。だから持病がなければいいんですけど、あとはですね、デメリットとしては、前のワンちゃんがしたうんちをね、踏んでしまって、次のワンちゃんが踏んでしまって、で、部屋中を汚されるリスクがあるよってことですね。もちろんね、これは、そのペットシーツをすぐにね、取り替えたら問題ないんですけど、なかなかそんな、常にワンちゃんがうんちしたらすぐ取り替えれるわけでもないので、ないと思うんで、なかなかね、これは、こういうデメリットはあるよっていう。あとですね、その寄生虫とかね、ウイルス性の下痢の場合だと、他のワンちゃんにね、感染が広がるリスクがあるよっていうことですね。やっぱりその、前のワンちゃんがその寄生虫感染してるワンちゃんがいて、それで次のワンちゃんが、まあ、トイレするときに、まあ、接触してしまってですね、感染するリスクもあると。ウイルス性もそうですね。あとはその、一つのトイレをね、共有するとなると、別々だったらですね、その子がおしっこした後に、まあ、少し時間が空いてもですね、掃除すれば問題ないわけですね。っていうのは、そのワンちゃんが、一人のワンちゃんが、まあ、例えば、まあ、花子ちゃんっていうワンちゃんがですね、おしっこしたら、次おしっこするのは普通、さすがに数時間後ですよね。だからその間に掃除すればいいんですけど、でもやっぱり、太郎くんとかね、太郎くんがいたら、おしっこした後にすぐにするかもしれないですよね。で、トイレが汚れてたら、なかなかワンちゃんってしないこともあるんですね。トイレを我慢するリスクもあるので、だからまあ、掃除の手間が増える可能性もあるわけなんですけど、ただまあね、4枚ぐらいね、こうやってまあ、ペットシーツ敷いといて、ここにね、先のワンちゃんがしたら、もう一人のワンちゃんはここするとかすれば、そんなにまあ、ここ汚れててもしてくれる可能性あるし、これはもうしつけとか慣れの問題もあるので、まあ、その辺は改善できるかなとは思いますけどね。だからトイレは大きめにしといた方がいいかなとは思います。以上ですね。今回の動画、参考になったよって方はね、高評価ボタンとチャンネル登録とよろしくお願いします。それでは失礼します。